はい、皆様こんにちは。コミット TV 八木でございます。本日はコミット銀座鑑定士金子豪がおすすめする一本をご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それでは今回の時計をご紹介いたします。ロレックスサブマリーナリファレンス5513、シリアルが82番台で1983年頃製造の個体になります。ヴィンテージロレックスの中でも大人気の5513を今回はご紹介させていただきたいと思います。5513は本当にロングセラーモデルということで、長い生産期間の中で様々なマイナーチェンジが行われております。特にダイヤルバリエーションが非常に多いモデルですね。5513はこのインデックスの縁がないモデルと縁があるモデル、縁なしと縁ありで前期と後期という形で分かれますが、今回のご紹介するモデルはマットなダイヤルの縁なしのモデルになります。こちらはダイヤルの整合性が取れておりまして、このサブマリーナの表記が下の防水表記よりも大きい最終のマーク5ダイヤル、5型のダイヤルになっております。このあたり本当細かい仕様でそれぞれの年代に合ってる合ってないというのが判断できるモデルになります。5型ダイヤルの中でもこの書体、これが細いんですよね。これに関しましては5型の中でもなかなか見られない少しレアなダイヤルでございます。ダイヤルコンディションに関しましてはもう本当に綺麗な状態で、ルーペで見ればわずかに劣化っていうのが分かるとは思うんですけれども、動画上で見ていただいてもお分かりになる通り綺麗な状態でございます。針夜光に関しましても、まあ劣化はもちろんしてるんですけれども、これヴィンテージの雰囲気をすごく感じられるような、逆に雰囲気がある、まあ劣化なのかなというのを私は感じます。このダイヤルのね、良さというのは分かっていただいたと思うんですけれども、ポイント2つ目、ケースがめちゃくちゃいいです。見てください、このラグ足、ヘアラインも残ってて、このバキッとしたこの太い残り方、これポイントですね。ケースの太さを購入するときに気にされる方も多いと思うんですけれども、こちらの個体はヴィンテージロレックスの中では本当にトップクラスのケースの良さだと思います。ポリッシュはもうほとんどされていないんじゃないかと思われる個体になります。ブレスレットに関しては年代が一致しているクラスプコード H がついております。それからヨレ感もほとんどございません。いい状態キープしております。でベゼルに関しては整合性が取れたマーク4でございます。全体にこのベゼルの傷もほとんどないことがお分かりいただけるかと思います。あとはこのドーム型の風防ですね。やっぱりヴィンテージといえばここ非常に魅力的だと思います。ダイヤルで一つだけ言い忘れましたが、均等にこの焼けたインデックスっていうのもすごくポイント高いです。ヴィンテージロレックスを語る上ではこのインデックスの焼けというのは非常に重要なポイントだとは思いますので、この個体は絶妙な焼けだと思います。付属品に関しましては保証書はないんですけれども、箱、それからサブマリーナの冊子とオイスターの冊子が、付いております。見てください、皆さんこのリストショットどうですか。実際につけるとよりその良さが、毎回ですけどお分かりいただけるかと思います。やはり今回のポイントであるダイヤルのインデックス、それからこのケース、つけると本当に違います。まずインデックスのこの焼けですけれども、濃いめに残っておりますので、外から見た時にめちゃめちゃ雰囲気感じると思います。あとはこのバキバキのケース、やはりこれは横から見た時のこの雰囲気最高ですね。このあたりがヴィンテージロレックスの良さ、これをこの醸し出してくれてると思います。この個体に関しては83年頃製造の個体になりますので、83年生まれの方なんかは
もうぜひ狙っていただきたい一本になります。はい、ということで今回はおすすめの5513をご紹介させていただきました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。